皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー4G アフターイヤーズ実況プレイパート31、ギルバート編攻略の続きですね。バロンの様子を調べに行くために、ダムシアンからバロンに向けて、旅立ったところです。やっていきましょう。よし、よっ、な。よし、よし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 。近接殴っていきましょう。意外と安定して進めるっていうね。おっと、爆弾。いいね。下水脈南口と、もうギルバートやはりメインキャラなんやねってぐらい兵士たちが強い。サクだね。どこだっけな。あ、コミットがいた。渋谷ね。シューミー。いいね、攻撃力高い。どっかに、どっかに、あった、どうでしょう。あ、ここだ。よしよし。というわけで、そこにいる小人さんがね、その今まで集めてきた尻尾を別の尻尾とこうトレードしてくれるんですけど、まあ、ギルバート編は他のショーと違って、こう、特定の月齢の時に、強いモンスターが出てきて、それで尻尾を入手するといったよりは、そういったことでやっていく感じになるのかな。変えればよかった。で、ここまででどれだけのね、あれ集められたかな。8つか。取り逃しとかはしないと思うからな。
あ、銀の胸当て。得れるね。よしよし。俺は珍しい尻尾を集めてるコレクターさ。銅の尻尾ここで、銀の尻尾に、銀の尻尾ここで、金の尻尾に交換してやるぜ。じゃあとりあえず銀の尻尾もらっておきましょうか。レートの低い尻尾のままずっと残しておく必要も多分ないと思うので、うん。多分まだいくつか手に入ると思うんですけど、とりあえず銀の尻尾もらっておきましょう。金の尻尾できれば欲しいからね。この辺の敵は弱いな。お、ハル？おっと、ハル。ギルバート様、高熱病にいられたか。長旅で疲れていると砂漠に入った途端熱にいられちまうんだ。では砂漠の光があれば。へえ、よく知っているな。俺も昔じいさんに聞いただけなんだけど、ホブスの山の方にある洞窟にアントリオンっていう魔物が住んでいるんだ。そいつが産卵するときに砂漠の光が取れるらしい。よく知ってますよ。ただし、アントリオンは満月の時にしか産卵しないらしいけどな。私が取りに行きます。彼女お願いできますか？もちろんさ。だが、今日のところはあんたも休みな。あんたまで倒れちまったら一大事だ。ええ。久しぶりだね、アンナ。テラさん。アンナ、アンナ、まだ悲しそうな顔を。アンナ、アンナ、君は僕に何を。わからんのか。テラさん。アンナはそなたに生きてほしいのだ。え、何をおっしゃるんです？僕はこうして。自分の心に聞いてみることじゃ。え？良いな。テラさん。僕の心。ある。熱が上がる一方だ。一刻も早く砂漠の光で照らさないと。ええ、彼女を頼みます。陛下、申し訳ありません。私のせいで
そんなことはない。無理せず寝ているんだ。特効薬を持って必ず戻る。私が勝手についてきたばかりに、これ以上喋っちゃダメだ。お気をつけて。ある。アントリオの洞窟はダムシアン城の東。アントリオの洞窟へ向かわれるのですね。ああ、我らもお供いたします。いや、君たちはここで春の面倒を見ていてくれ。しかし、大丈夫、頼むよ。承知いたしました。これは僕自身の問題だ。そんなこと言わずに一人ぐらい連れてけばいいのにね。さて、そしたら、どこだっけ。まあ一人旅なんで、まあ別にね、ギルバートだから別に逃げながら進んでもいいんだけど、暗闇の戦い事、いいね。装備をしっかりと整えさえすれば、どれもやれるはずだ。よし。で、テントはいっぱいあるから調整できるな。で、これで銅の尻尾もう一個手に入れれば銀の尻尾一個手に入る。問題はこの銅の尻尾、もうちょっとね、多分金の尻尾と交換できるほどには多分。またあそこ登っていくのか。で、バギー持ってくれよかったやん。ポーションはいっぱいあるからね。位置取り長えな。今あのね、来た道戻る。
まあアイテムは回収してあるからね。この流れでは入っていけないか。他の連中はみんなそこ挑戦したんだぞ。行き過ぎたし。魚結構攻撃力高えな。川の募集はいらねえよ。よし。一旦休もう。今休むと月齢がどうなるんだっけな。次満月だっけ。あ、新月か。そうだ、じゃあ新月の状態で、アントリウンのね、産卵場所まで行ってしまいたいな。アントリオンが産卵するのは満月なんですけど、新月の状態でそこへ向かっても一応意味はあるので、アントリオンの洞窟、ここアントリオンの洞窟、満月の晩に奥の巣間に行けば産卵が始まるはずだが。よし。入る前にセーブすればいいかな。一回セーブしに出ていい？アダマンタイマーイでかい。まあヤンヘンでできたあれとは全然強さが違うけど、こいつも銅の尻尾持ってなかったっけな。一個一個ドロップで手に入れておきたいんだよね。一個二個足りるか。もっと必要だろ。どっかに隠しするような気がするな。敵はそんなに強くない。
金の針。暗闇効果が地味にいい。ギルバートにしてはそこそこいいダメージだよね。いいね。ヒントでしょ。この辺かな。よし。すごいギルバートが一人で戦えている。めったに見ないよこんな光景。作だけどさすがにちょっと鬱陶しくなってきたな。よし、このフロアのアイテム収集は OK。 一回隠しよう。生きてるねこの小部屋といえば、ラミアの戦い方。攻撃力はこっちの方が上なんだ。
じゃあいい買い物したね。先がセーブポイントなんで、ちょっと先に結構いい時間撮影しちゃってるんであれなんですけど、他の宝箱をちょっと無視して、一回アントリオンの産卵場所に行っちゃいますね。木の尻尾、これはね、あの新月の時に来ないと入手することができないので、このタイミングで、ね、来たかったと。で、あとは、近くにセーブポイントがあるので、そこでテントを2回使ってね、満月の状態に切り替えて、砂漠の光を、回収したいと思います。さてさて、その前にアイテム回収、ちょっといくつか宝箱があるはずなので取っておこう。おっと、これは。いい反応。まあまあ強いな。ギルバート。ハイポーション。見てなかった。アイスラットシーバー。というわけで、セーブポイントですね。さて、そしたら、今回はここでテント1回。もう1回。はい、これで満月の状態になりました。この状態で先ほどの産卵場所に行けば砂漠の光を入手することができるはずなので、それはまた次回やっていきたいと思います。いや、ギルバートも強くなりましたね。よかったよかった。はい、といったところで、ファイナルファンタジー4アフターイヤーズ実況プレイのパート31はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるなー。